とうとうここまで来ました。いよいよ頂点です。勝者は一人だけです。決勝戦出場選手の入場です。ワンピーの選手、東京エリアゲームオッズ立川第2店哲也、そしてもう一人 2P の選手、キンキエリアアミューズメントキガ代表ハイタニときは大きな歓声が上がっています。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。いよいよ決勝戦です。自信はありますか？上げてください。上げてくださいとお願いが来ましたけども、ありえない、ありえないですね、ありえないですね。こんな感じですよ。とにかくでは決勝戦です。頑張ってください、哲也です。そして負けてやるなんてありえない海南選手、おめでとうございます。いいですね、どうも。かっこいい。自信はありますか？あります。シグから中にメラメラの闘志を感じます。それでは決勝戦、この2人が戦います。まず握手をしてください。握手をお願いします。席の方へ。泣いても笑ってもラスト1個、ラスト1試合いきます。決勝戦を始めたいと思います。ワンピーは関東徹夜ダブル、関西はノリノリで逃げても敗退勝ち。握手するだけで似てりはするが、さすがっちがサンピー先生、でも中盤が強い。中回一気に減らし乗る、速い展開、スーパーに激化してランが当たって、こういうスタイル、こういうものを取り出して、トレーニングポイントは取り出して、いい空手、そういうのを乗る、中盤で乗る、5番まででハミング、さすがに行く、さあ、詰める、さあ、今日は分からない、さあ、目足を狭しなんですよ。フラッシュ、ここで中段から当たって優勝は当たりバッチ。さあ優勝、相谷選手です。前までお越しくださいませ。シュールな流れが上がってくれました。とにかくおめでとうございます。いいですね、最後までマイペースという感じだったんですけども、決勝戦自分で振り返ってみていかがだったでしょうか？いや、全部いい感じでした、ね、全部いい感じで言ってくれたと。いい感じで言った。いいですね、まあ、かなり大きな声援くれたんですけども、応援してくれた皆さんに一言ありますか？ありがとうございます。他にありがとうございます。拍手お願いします。とにかく優勝しました、おめでとうございます。